それでは皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、愛媛景観シンポジウム2021を開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます、石崎あさみと申します。今日は一日どうぞよろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表しまして、愛媛県土木部道路都市局都市計画課長の石井俊之から一言挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。愛媛県道具都市計画課長の石井でございます。本日はご対応のところ多くの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また本シンポジウム開催にあたりまして本日ご参加いただく皆様のほかご協力を賜りました多くの関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。さて良好な景観というのは美しく風格のある国土の形成と潤いと活力のある豊かな生活環境の創造には欠かせないものであり、地域の自然、歴史、文化と人々の生活や経済活動等の調和により国民共有の資産として地域の個性や特色を生かして形成されるものでございます。本県にも瀬戸内の多頭美や道後、内子の町並みのほか多種多様な美しい景観がございますが、こういったメジャーな景観の他にも生活の一部に溶け込み住民の方も気づいていないような景観支援がまだまだ多く存在しているんじゃないかと思っております。これらのものに気づいていただきまた考え育てていくことが今後の大きな課題というふうに考えてございます。このため今回のようなシンポジウムを通じて少しでも皆様の身近な景観に対する認識を深めていただけましたらと思い、平成29年以降松山、新居浜、宇和島、西予、そして今回の内子で5回目の開催となってございます。本日は地域の文化、歴史景観、伝統産業、暮らしを生かした観光や街づくりなどの研究に取り組まれております愛媛大学共創学の准教授の井口先生に文化資源と生活圏、意義のある風景と暮らしについて基調講演をいただくほか、石畳地区の景観、自然空間や伝統文化を守る活動など、さまざまな地域のプロジェクトでご活躍されております宝泉様に、美の里石畳の未来と題して発表をお願いしてございます。また、パネルディスカッションでは、ふるさとの風景、我が町内子の伝統町づくりをテーマといたしまして、国の景観行政に携わっておられる国土交通省の望月様、また初回から毎年参加いただき愛媛県の景観アドバイザーでございます愛媛大学の片岡先生、それと若い世代の代表として愛媛大学社会共創学部の学生の皆様、また地元内子の高校生の皆様にご参加いただき、世代と立場を超え活発に議論いただけるものと考えてございます。参加者の皆様におかれていましてはよろしくお願いいたします。さらに本日は会場にご参集いただけない方に幅広く発信していくために愛媛県の土木部の Facebook におきましてこのシンポジウムの様子をライブ配信するといったような取り組みをしておりますので、というこの点もよろしくお願いいたします。最後になりますが、本日ご出席の皆様、ライブ配信をご視聴の皆様におかれましては、本シンポジウムの参加を契機といたしまして、それぞれのお立場で、景観まちづくりについて、より一層のご理解を深めていただきますとともに、この会が魅力ある愛媛の景観づくりの一助となりますことを記念申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。
と生活系、木々のある風景と暮らしと題しまして、愛媛大学社会共創学部准教授の井口あずさ様にご講演いただきます。井口様、どうぞ大きな拍手でお迎えください。さあ、そしてまず井口様をご紹介させていただきたいと思います。井口様は香川県出身です。愛媛大学社会共創学部准教授、同大学地域共創研究センター副センター長でいらっしゃいます。愛媛大学法文学部准教授を経て、平成28年4月から同大学社会共創学部准教授となりました。専門は文化資源マネジメントと観光まちづくりです。地域の文化、歴史、景観、伝統、産業、暮らしを生かした観光やまちづくり、まちづくりに関わる担い手の持続性について研究に励む一方、松山市景観審議会委員、内子町町人仕事創生推進会議等の各委員を務めています。今日は地域住民と共同で実践してきた内子町小田地区でのまちづくり活動を中心にお話しします。それでは井口様、お願いいたします。失礼いたします。愛媛大学の井口と申します。この町にご縁あってですね、何度かお話ししている内容がちょっと重複してしまうかもしれませんが、30分ほどお時間いただけましたらと思います。それでは皆様、天井の方をご覧ください。天井、こちらですね、折り上げ棒天井といいます。素晴らしい格子が入ってますよね。このランプはですね、大正の衣装、大正時代のですね、衣装そのままのデザインのランプになっています。右側、右手ですね、私の右手、皆さんにとっては左手でしょうか。ここ、いわゆる花道ですよね。あの舞台の役者さんと一番息遣いが伝わる一番重要な場所です。皆さんからは見えませんが、こちらにですね、生徒さんが見えますよね。丸い線が入っているかと思います。周り舞台です。そして皆様が座っていらっしゃる、これ日本の伝統的なですね、観客席、マス席です。どうですか、マス席です。そして上、皆さん関係者じゃないかと思いますが、上が大向こうですので、そちらに座っている方々から見えて、役者が素晴らしい演技をするとですね、大向こうを鳴らせるなんて言いました。左側奥ですね、あちら見てください。大西や呉服店大西さんですね、この舞台がですね、内子座が立つ時にさまざまな支援をしていただいたスポンサーの看板が入っています。皆さんが今来ていただいている会場は、この景観のシンポジウムの会場でもありますが、歴史文化ある内子座という舞台です。こういう一つ一つを知っていただくと、この内子座がですね、特別な場所に見えてくると思います。景観はまさにですね、そういったいろいろなことを知って、特別な場所だと認識していくことでもあると思います。もう一つ、この内子町はですね、さまざまな景観で大切なことを決めたり、大切なメッセージを社会に発信していくとき、必ず舞台がここでした。私実はとても緊張しています。そういう意味ではですね、この内子座を支えるために多くの人たちの手が加わって、復活したわけなんですけれども、ここはこの町がさまざまな景観を守って文化を受け継いでいくための象徴的な場所でもあります。そういった意味を知ること、この場所のさまざまな構成要素を知ること、これが生活系といわれるものにとても重要なポイントになります。私はこの町にですね、通って特に小田の方に通わせていただいているんですが、この内子町はですね、大学生にぜひ知っていただきたい、さまざまな景観に関わる活動を し続ける素晴らしい町なんです。景観の価値をですね、見つけて点検地区や見直しをし、そしてさらに発見し続ける、これがこの町の姿勢です。令和の元年にですね、私は関わっていないんですが、歴史的風致維持の向上計画が立てられました。皆さんにお見せしようと思って重い冊子をカバンに入れてきたんですが、緊張のあまりカバンの中に入れたままになっていますが、ぜひ皆さん
お手元で見ていただけたらと思うんです。この歴史的風致と呼ばれるものは、地域におけるその固有の歴史、伝統、それらを反映したその地域にしかない人々の活動、そしてそれらが一体となって良好な環境を作っていく場所、こういったものをですね、指定して守っていく、さまざまな計画を立てていくものです。町の歴史や価値、個性、魅力に対する住民、あるいは外から来る人ももちろん、そういった気持ちを高めたり、さまざまな商業や経済活動の小さな種にしたり、観光振興や暮らしの満足度、豊かさの向上、いろいろなものの実現を目指しています。この計画ですね、実はこういった計画は全国さまざまな地域で取り組まれているんですが、私、井口個人がですね、この計画の中でとても気に入っている点が2つあります。今日は少しその話を紹介したいと思っています。こちらがですね、ぜひ高校生の皆さんにも知っていただきたい、内子町の維持および向上すべき歴史的な風致の地図です。ウェブでも公開されています。ぜひ見てみてください。こちらそれぞれがですね、地域の固有の歴史や伝統、そしてそれらを反映するような活動、人文的な活動、人文資源、環境、それに基づいて決められた場所になります。在郷町の内子や伊香崎の歴史的風致では、町並み、それから後半からとても素晴らしい発表がありますが、手すき和紙と大凧合戦、こちら皆さんが今いらっしゃるこの芝居小屋、醸造炉、祭礼、それから今日私の方でも少し触れますが、林業、小田川が結んだ山と共にある暮らし、それから宝泉さんたちがお話しいただく里山が育む村並みの美しい風致、そしてこれは大江作品の一節だと思いますが、大瀬の森の中の谷間の村、そういったものの風致、そして最後にここは札所はないんですが、素晴らしい遠路道と街道があります。人をつなぐ歴史的な風致です。皆さんがいる場所はちょっと画面では見えるかどうか分かりませんが、初めて使うのでここですね。皆さんがいらっしゃるのはあそこです。ここ一帯がですね、内子伊香崎に見る歴史的な風致の中に入っています。皆さんがいらっしゃるここの場所もまた、こういった私たちの人間の活動の歴史的な営みを残す重要な芝居小屋の場所です。それ以外にも町並み、それから手すき和紙、今日お話しいただくんですが、この付近ですね、緑の部分、それからすぐ近くに森文さんもありますが、醸造業、そして全域にわたる祭礼といわれるもの、こういったものが歴史的風致として求められています。町全体を見てみましょう。私が今頑張っている場所はこの辺り、小田になるんですけれども、こういったですね、色で分かれている宝泉さんたちのこちらでしょうか、里山や村並み、もちろんですね、泉谷や奥にいろんなところが入ってきますが、そしてこの一本の川、小田川ですね、この小田川と林業と山の暮らし、この辺りですね、森林鉄道の資源もこの辺りにあります。それから大瀬の方ですね、4番と書いてありますが、ちょっと見えづらいかもしれません。この辺りですね、森の中の谷間の村、そしてこれらをつないでいく街道、遍路道ということで、すごくきれいに色分けされているので、ぜひ見ていただけたらと思います。この計画の中には、それぞれの景観を構成するさまざまな資源が説明されているんですが、私がここがいいというポイントはですね、これそれぞれのですね、歴史的風致についてまとめた最後の小さなまとめと書かれてあるところです。これ大変町の方に分かりやすい言葉で、その地域のまさに風土や風景、景観の価値をまとめてくださっています。そのまま読むんですけれども、町並み保存はただ建物だけを残すのではなく、そこに生きる人々の暮らしや歴史文化を大切に、営みあってこそそれが今さらにつながりを見、地域内外を超え、老若男女の区別なく多様な交流が生まれる場所、それがこの町並みなんだ。手すき和紙や大凧合戦のところは豊明河原、河原ですね、見えますか、そして山のちょっとのところにですね、竜王城の城跡があるんですが、家並み、小田川、関ですね、伝統産業の手すき和紙が空に舞うわけです。大凧が舞う、
その寄付形は地区の中心部であれば大半の範囲で見ることができ、そしてあそこで戦っている愛着を持って受け継ぐ人々が入ってこその風景なんだ。そしてこちら、今いらっしゃる皆さんのここです。芝居小屋の建設は地域に娯楽をという単にそういったことではなく、娯楽を含めた文化的な暮らしやにぎわいが地域を向上させるのだ。その心意気はこういった内小座や旭館、その運営や活用、そういったものに関わる全ての人たちが時を超えてつないでいるんだ。醸造業はですね、いい味はですね、地域に馴染む味なんだと、素晴らしい言葉を言っていらっしゃいます。先人たちが工夫や努力を重ねて地域に馴染む味を作り出すもの、その建物、そして歴史の流れや蓄積、祭事では時代の面影を残す家並みや社寺、その日一日晴れの日に泊まれる祭礼の行事は、みんなの郷土愛や地域を思う心が集まる風地なのだと。小田川のこれお光ですね、素晴らしい。小田地区をはじめとする小田川の流域は林業の盛んな地域です。それを支えてきた製材所などさまざまな建物、その営みは現代にも息づいており、その背景にある山の神や巨樹巨木に対する信じる信仰心ですね、これが小田の変わらない風景なの。里山と村並み、人々がその地に生きるために田畑を耕し、その営みの現れが農村景観を作っている。ここからがいいんですが、先人の知恵や工夫、苦労も喜びも全てこの景色に入っているんだということです。そして大瀬ですね、出身の高校生が来てくれています。大観道や周山地、すごく歴史のあるものなんですが、森中の谷間の村、一節読んでいただくとですね、大瀬の風景が目に浮かぶような一節があるんですが、こういったものの暮らしの営み、伝統的な祭りや風習、地域の思いや声、こういったものが一体となって残されているのだ。そして最後が街道と辺の道です。道はどの時代もですね、こういったコンクリートで舗装された道さえもですね、本当に重要な役割を果たしています。集落をつなぎ、物を運び、人々をつなぎ、そして新しい文化を作る辺の道、お辺路はですね、とても歴史のあるものなんですが、その信仰心によるだけではなく、内外の交流がお接待につながっているんだと。こういったまとめが素晴らしいんです。そしてここにつながっていく話が、今改めて考える生活系と呼ばれるものです。生活系は人間を取り巻く生活環境、それは単なる眺めではなく、生活環境に対する人間がどう思うかという評価も関わっているんだと。身近な景観、それから地域の色濃く出た景観、それは私たちの暮らしの身近なものだけではなく、生産、生業、信仰、祭事、娯楽、全てを指し、地域の風土や伝統に根ざしたさまざまな体験、これがヒューマナイズ、蓄積されたその総体なんだと言っています。この生活系、先ほど何枚も写真を見せたのがまさに生活系なんですが、たくさんの役割と価値があります。大きく分けて4つ紹介します。1つは景観の基調の形成、2つ目は景観の規範の可視化と、ちょっと難しい言葉ですね。これは私たちがこの町はいつできたのか、どういった経緯で何のためにこの建物が建っているのか、こういったさまざまなその時代の社会経済がずっとずっと連なってこの建物と町並みを作っているので、どのような背景によってできているかによって、私たちはこれを見て安定して美しいと感じたりする、その地模様を成しているという点が特徴です。2つ目の景観の可視化、規範の可視化ということなんですが、この地が林業を大切にすることと同じぐらい、この地は山と木を大切にしています。見えないこういったさまざまな地域の産業のシステム、それが木を植え、育て、切って、売って、また育てるという循環をこういった信仰から垣間見ることができるわけです。この2つにさらに加えて3つ、4つ目が地域社会の記憶のアーカイブと、4番目が地域アイデンティティの表現という役割です。この2つ、今私がまさに取り組んでいるものでもあります。ちょっと戻りますが、この生活系、先ほどお話ししたように人間が取り持つ生活環境、単なる眺めではなくという話をしましたが、
ここで重要なのが生活環境に対する人間の評価という点です。この人間の評価、なぜこんな言葉が入ってくるのか。私たちを構成する景観は景観法にもさまざまなものにも書いてありますが、地域の伝統的な生活や私たちの産業や暮らしと完全に一体化した不可欠な形で現れています。逆に言えば地域の人々にとってみれば当たり前のもので当然のもので、改めて景観ということに気づくことが大変難しいわけです。この生活環境に対する人間の評価とは、そこに暮らす人たちが私たち自身が住んでいる景色が何なのかという理解を深めること、意味を理解することがとても重要であります。この生活圏を叫んでいる土木の先生ですが、後藤先生もですね、単に保全継承されるものではなく積極的に生活圏を育てていくんだという市民の強い意志と日常的な努力が試されているんだ、それが生活圏だと言っています。ここで私のもう一つのこの風致向上計画のここが素晴らしいの一点は、この理解を深める意味を理解することがこれは重要なんだと言っているところですね。まさか全国さまざま探してもこの向上計画に副題が入っている自治体は大変珍しいと思います。ここにはですね、歴史から街を読み解き未来へとつなぐ、どういう経緯でこの副題がついたのか私は存じ上げませんが、この点が素晴らしい。読み解きとは、すなわち読んで理解を深める、意味するところを明らかにすることです。これまさに住んでいる方々が理解し、先ほど内子座でお話しした通りです、日頃から見慣れているもの、意識することのなかった景観を何かのきっかけで読み解いていく、これがですねとても重要になってくるわけです。私はこの読み解くために何らかの出来事をきっかけにということなので、この出来事を起こすためだけに小田に帰っています。で、私自身は専門が文化資源学というアプローチなので、この先ほどの生活圏の中にあった地域社会の記憶のアーカイブというところと地域のアイデンティティを表現するというところから少しアプローチしたいと思います。読み解くとても重要なんですが、とても難しい。何年も前の話になります。この地図でいうと赤い丸をした薄切り地帯で、私はこの会場にいる方と一緒に頑張った方もいらっしゃると思いますが、ここで伝統芸能の復活というかですね、そのお祭りの行事ですね、お練りというものを復活させるお手伝いをしたことがありました。その時に依頼された時にこのお写真でですね、私はこの写真を忘れないですが、高齢化率が何パーセントでかなり厳しい状況にあると、なかなかいろんなものが維持しづらくなっているんだ、だからこそお祭りやりたいんだという時にこの景観を見させていただいたわけです。この景観、臼杵にとって何百万年もの時間をかけて作った景観です。これを今だと高齢化率が人口減少がということでこの景観を読み解かれてしまうんですが、これをもっともっと深く文化的に読み解くことがとても重要であり、とても難しいプロセスでもあります。私たちはこの写真持ってきてよかった。私たちはこの身近な景観の価値を発見していくためにですね、写真の真ん中にある地図にですね、いろんなものを書きました。どこの場所に行っても地図を片手に書きました。そして集会所にご協力いただいて大きな大きな地図を作り、皆さんお元気でしょうか。こういったいろんなことをですね、いろんな方々とお話ししました。そして見えていた風景をですね、いろんな方々と一緒にもう一度読み解いていく作業をしました。これは臼杵を西側から捉えたものになりますが、落合という地名があります。落合という地名は全国的に落ち合うという意味があるので、これは戸部の広田村と、それから多度の内子、小田の中心部に行くためと、そして臼杵の落ち合う場所ということで、おそらく落合という名前がついたのではないかなと思います。そこから、大番椿というですね、恐ろしい伝説のある場所でも、地域の方に聞くとどうやらそこはよく水が出る場所なんだと、まさにこういった、土砂やいろんな自然環境が気をつけていかなければならない場所ほど伝説や伝承が多く残っています。
さらには浮舟、大ごみ、この大ごみという地名もですね、場所によっては囲まれる、混むというのが囲まれるという意味がありますので、まさに、谷筋、室柳から広がった集落のあるところを山で囲まれているような場所になっています。この自治会館には桜が、そして正福寺にはかつてもみの木が、シンボルツリーがありました。そして小谷城から抜けて三島神社ですね、本樽のなるはなるいという言葉、平らなということですね。私県外から来たのでこの言葉の意味が最初分かりませんでした。そしてうねうねという、うねうねした道だからだと地元の方はおっしゃっていましたが、こういったところ田畑を抜け、ここ植林の広がる地域、そして旧遍路道というところで下坂場峠です。その中には樹齢が400年も超えるような大木もたくさんありました。地域には必ず地域を象徴する木があります。自治会の桜、小谷署の杉、私たちの木々はですね、さまざまなものを支えてくるだけではなく景色を作っています。その中には見えなくなっていますが、暮らしと産業と信仰と生活そのものが入っています。そして木の葉は落ち、実をなし、そして季節によってさまざまなリズム、それこそ臼杵の景観なわけです。ここら辺は少しちょっと見せるだけなんですが、こういったさまざまなですね、集落の祈る場所、それはイコール集いの景観でもあります。そしてそれは季節とともにやってきて、季節とともに違うものへと移ろっていくわけです。この景観がどのような形で作られているのか、皆さんといろんな話し合いをする中で大変複雑な図が最後に出来上がっていきました。そう、私たちが最初に見たあの景色はこんなにも複雑なものから構成されているわけです。こういったものものをですね、集めて、この臼杵の自治会の100の素晴らしい景観写真をですね、こういった魅力として書いていきました。もちろんさまざま課題も抱えているところもあるので、それも素直に書きました。地域の人たちが集まる場所、地域の人たちが大切に守る場所、田畑を耕す場所、人が集まる場所、そしてお祭りの晴れ舞台の場所、いろいろな場所がこの臼杵にはあって、あの景観の中にたくさんの読み解きと意味が込められているわけです。そしてそれをたくさんの人たちと一緒に発見していく必要性があるわけです。私たちの景観には、農村の景観は特に手前にある生活、真ん中にある産業、そして遠くに見える山並み、こういったものが農村景観を形作っているんですが、人文学的に見るとそこに心の風景、心象風景と書いてありますが、こういったものが重なるというふうに言われています。ただ単にこういったものが構成されているというだけではなく、先ほど内子座が意味のある場所だとお話ししたように、その場所には地域にとって意味のあるものが存在しています。これは古い文献の一端なんですが、素晴らしい田んぼですねという話に対して、素晴らしい田んぼは村全員の土地なんじゃないか、一枚の田んぼの中に歴史的に蓄積されたみんなの共同の思いと労働があるから、あれはみんなのものかもしれないと言った方がいらっしゃいました。ある時代や時期を見れば、私たちの目の前にある景観を作っていくことは、もしかしたら個人の個別の家の働きかけかもしれません。しかしながら長い視野で見ると、歴史的な時代を超えてコミュニティがずっとずっと働きかけたものなのです。景観作りは農業や林業と生きてきた個の経験が地域の経験となって、その蓄積が生まれて、そして今を迎えています。先ほどの景色はどのように生活してきたのか、これからどのように暮らすのか、この地域お祭り頑張ってるんですが、その思いの積み重ねが景観を形作ると村落研究では言っています。だからこそ景観は嬉しい、懐かしいというアイデンティティの源泉になります。このような景観はある時代を止めて保存することは、私は学芸資格を持っているんですが、できるわけがないわけです。人が減れば、高齢化すれば、さまざまな変化があります。もちろん、もしかしたら悪い方に変化することもあるかもしれません。しかし必然的な変化、時には劣化するかもしれない、それを受け入れつつも、景観は常に変わっていくものなんだと、その時その時の価値を新しく作っ
っていくことが重要なんだということが景観づくりでは重要されています。ですから私はこの風致のですね、新しい価値を創造するという言葉がとても気に入っています。勢い余って同じような地図をですね、織田全域で様々な方々と一緒に何年もかけて地図を作らせていただきました。これもまた木々と林業という産業と森林や様々な巨樹巨木と共に生きるこの織田地区のですね、様々な景観文化を読み解く作業でもありました。地域の中で真ん中にあるような、巨樹巨木のマップをたくさん作っていったんですが、集まる場所、遊びの場所、祭りの場所、働く場所、いろんなものを込めてこの山と木と人の暮らしが育むこういった景観はですね、織田の財産だということで9枚の地図を作りました。こちらはですね、織田に行けばあると思います。ぜひ手元に取って見ていただけたらと思うんですが、去年やっと正確には今年の3月に最後の3枚ができました。今は集落がない旧森林鉄道のある織田山渓谷のマップです。このようにこの景観を読み解くことで、この生活圏を読み解くことで、ここにかつてあった森林鉄道産業の証ですね、こういった地域社会の記憶のアーカイブにもつながることがわかります。こちらが9枚、私はどんな名前をつけてもいいよと言われたので、木々と歩くという名前をつけました。このマップを持ってですね、訪れる方が木を見て歩いてほしいという、観光的な意味合いもあるんですが、改めてこういった場でお話しすることでもないかもしれませんが、木々を歩くということに込めた思いとしては、景観を読み解いていく、一つ一つを考えていくためにはやっぱり車で通り越えていくだけではなく、歩いて立ち止まるしかないんだと、景観に気づき景観を読み解くためには歩くことが一番なんだと私は思っています。もう一つは、歩くというところに歩むというのがいくと生きるという意味があるということを辞書で引きました。織田は今まで木々と共に生きてきて、そしてこれからもずっと木々と生きるのだろうなという意味で木々を歩くということです。最後の一つは、どんなに高齢化が進んでも元気で歩き続けてほしいという意味で歩くと言いました。私たちがこう景観を読み解いていくことは簡単ではないんですが、こうやってさまざまなですね、方々の協力を得ながらやっていく楽しさもまた一つの特徴かなと思います。そして最後に、今改めてこういったものも私は子どもたちに伝えたいと願っています。景観がアイデンティティの源泉なのであれば、記憶に残る子ども時代に見た風景は彼らが大きく大人になってふるさとを思う時の価値判断の基準になります。ふるさとを思うその学習の中に景観の学びを入れてほしいということで、つい2週3週前にですね、織田地区で子どもに伝えるためのふるさとカルタというのを作りました。これが全部カルタなんですけれども、織田の小中学校の全校生徒さんから織田の魅力についてお話ししませんかというお声掛けをつい先日いただきまして、この47枚の景観写真を読み解くためのカルタにしました。読み札は構成する文化資源、先ほど風致でもお話しした生活環境そのものです。こういったふるさとカルタ全国にあふれているんですけれども、ちょっと小さいですね。本当はコロナでなければもっと大きくしたかったんですが、このカルタの最大の特徴は、健やかにアイヌの花水面のしだれ桜というのを撮ったらこの地図に置いていくところです。彼らはこの景色が、景観がふるさとのどこで見ることができるのか、どこのふるさとの景観なのか、それを知ってほしくて大きな地図に撮ったカルタを置くというゲームを行いました。意外と楽しんでやっていただけたので本当に良かったなと思います。こちらをご覧ください。織田小中の全校生徒さんです。真ん中にあるのが織田が誇る織田の素晴らしい景観47箇所、そしてそれを作ってくれた小学生の皆さんです。この景観、私たちにとってみれば歴史がある、文化がある、これは素晴らしいんだという文化資源そのものですが、ついこれは昨日の夕方届いたんですが、カルタにお母さんが仕事に行くところが出て嬉しかったですという1年生のコメントに感動しました。
歴史にプラス今を生きる彼らにとっての景観の価値を重なる、これこそが新しい価値でもあります。景観は変化し続けるものです。西洋も暮らしも社会も変わって景観が変わらないはずはなく、人々の価値観の変化もあります。これをどの時代でもしっかりと読み解いていくことが重要です。それは個人で成すことではなく、地域にとっての共有として、総有としてずっとずっと続く歴史の中で行っていく必要性があります。景観は生きたシステムそのものです。過去から現在未来に、身近な景観を歴史的な価値を知る、これもとても重要で、さらに新しい価値を創造していくこと、この後おそらくなりわい作りの話出ると思いますが、景観はこういった新しい価値を創造していくためにもとても必要なものです。さて時間になりましたので最後のスライドです。これ新潟県の小千谷でですね、皆さんご存知の通り中越の地震で、土砂崩れが起こったところに木を植えているものです。欅の木です。この欅、樹齢100年経ったら切る予定だそうです。で、私たちが目に見えているもの、これはですね、誰かがいつか建てて、誰かが作って、誰かが植えてくれたものを今私たちは見ています。私たちが見る景観の作りというのは、私100年先は生きていないと思いますが、もっと先の、もっと先にですね、その価値がつながっていくものだと思います。私たちの今見る景色はですね、遠き過去から計り知れぬ多くの村人につながっているんだという言葉があります。以上でですね、私の拙い講演を終わりたいと思います。ぜひ皆さんもそれぞれの地域で読み解いていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。歴史ある今日のこの会場である内子座をはじめ、地域の人々が昔から大切にしてきたものをつなぎ守ってきたんだな、その思いを感じ取らせていただきました。自分が住んでいる町を大切に思う気持ち、そういう思いがあるからこそ今の内子町の美しい生活圏ができ、そしてこれからもその生活圏は変化し育っていくんだろうな、そんなことを感じました。とても学びのあるお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。さあ次は石畳を思う会の宝泉武則様に、美の里石畳を未来へと題しまして活動発表を行っていただきます。それでは宝泉様ご登壇をお願いします。皆様拍手でお迎えくださいませ。ここで宝泉様をご紹介させていただきます。宝泉様は内子町石畳出身、内子町役場在職中から船波保存運動に参加されていました。水車小屋の復元や水車祭りなど景観保全、伝統文化の保全、交流イベントの企画運営に携わってこられました。現在は内子町役場を早期退職し、家業の農業に従事しながら、令和2年に地域住民と設立した株式会社石畳つなぐプロジェクトの代表取締役に就任、栗を中心とした六次産業の創出、石畳の宿を拠点としたツーリズムの推進など、地域のなりわい作りに挑戦しておられます。それでは宝泉様お願いいたします。皆さんこんにちは、石畳を本会の宝泉といいます。どうぞよろしくお願いします。井口先生の素晴らしいご講演の後の、話ということで、私普段は農業しておりまして、一人で黙々と農作業しているものですから、こういう慣れないところでのお話はですね、聞き取りづらいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。美の里石畳を未来へということで、私たち石畳地区で取り組んでいます、30数年前から取り組んでいますけれども、その活動事例をですね、報告させていただきます。内子町は町並み、村並み、山並みが美しい持続的な発展する町ということでございますけれども、石畳は村並み保存運動ということで、
住民主体の取り組みを進めております。画面にありますのが石畳のある集落を一望したところですけれども、まあ、こういう傾斜地のあるところで、農村の地形が広がっているというところであります。廃山林水石畳ということで、私この廃山林水という言葉が好きで最近使っているんですけれども、石畳の地形というのは、伊予郡二見の町と背中合わせで、つながっております。その背中合わせでつながっている山々が牛の峰という山なんですけれども、そこを背に、しまして、農村風景、田畑が広がって、いろんな恵みをいただいているというところで、まあ、本当にこういう廃山林水、まあ、その言葉をひもとくと、背景に山があり、前に池とか川とかそういう林水がある、そういう場所がですね、非常に、落ち着いて住みやすい場所である、その中での恵みで、今まで伝統が、築かれてきたということで、私たちの先祖はですね、まあ、どうしてこの集落に、住み着いたのかというところを時々思いせながらですね、まあ、暮らしています。本当に背景に山があることで落ち着いて、見晴らしだいぶいいところでこう流れがいいという、まあ、そういう風景がある石畳です。石畳地区の取り組みのきっかけというのは、まあ、いわゆる過疎の進行によります、このままでは地域がなくなってしまうというところで、昭和62年に石畳を設会という活動組織を立ち上げまして、自分たちの子や孫たちへの投資活動ということで、30数年代に活動を進めています。でその具体例でございますけれども、まあ、これ活動設立当初の取り組みですけれども、まあ、こういう費用を囲んでですね、地域の未来をこう考えていったというところです。具体的にはですね、水車灰の復元ということから始まります。地域は麓川という川の源流域に位置しておりまして、そこではかつて水車がたくさん回っておりまして、それがまあ地域の風景に馴染んでいた、自分たちが活動する頃にはその風景がなくなってしまって、その風景を取り戻そうということで自分たちで身銭を切ってですね、立ち上げた水車小屋です。まあ、当初はですね、この水車小屋、地域の人もですね、理解ができず、こんな水車作って何になるんだと、いらないものだからなくなった、まあ、そういうことで、否定的な意見もありましたけれども、この思いの詰まった水車小屋を作ったことで、外の人たちからの評価が意外にも高くてですね、まあ、交流人口も増えていき、自分たちも自信を持っていき、そして、地域の人もその活動の理解を深めていったというところがこの出発点になります。そういう中で、平成4年から水車祭りというのを石畳地区で、実施をしております。当初は20数名のスタッフの中で始めたわけですけれども、現在では、人口の3分の2ぐらいの人がですね、この祭りにスタッフとして関わっていただき、地域を盛り上げる大きなイベントとなっております。まあ、外から来る人はですね、このイベントの内容の楽しさもいいんですけれども、地域の人のそういう元気さというのが非常にいいことだということで、その人に地域の人に会いに来るという、そういう嬉しい言葉もいただいております。まあ、そういう水車小屋、水車祭り、まあ、そういう地域の中での、活動が浸透し、画面にありますように、一点突破全面展開という言葉を使ってますけれども、石畳を設会というのはですね、まあ、水車小屋を作って何になるんだというところを突破して、地域の人の理解を深め、地域全体の景観保存運動というところにつながっています。歩道を整備したり石垣をですね、地域の人が築きながらこう景観を整備をしたり、桜の子孫を残そうということで各地域にですね、桜の木を植えたり、まあ、そういう活動をし、全面展開に広げていきました。水の駅整備ということで、地域にあった湧き水をですね、工場に整備してですね、人々の集まるようなところも整備しています。
次にですね、さらに地域を学ぶということで、地元学ということで、平成13年頃からですね、実施いたしたものなんですけれども、地域のあるもの探しということで、地域外の人の指導を見ながらですね、本当に地域の日常の豊かさをですね、再確認したという作業を何回かしていきました。まあ、そのような流れの中で、イベントも考えたわけですけれども、村上博物館、石畳初生活文化の旅ということで、地域の村を歩いてみようじゃないかというイベントです。先ほど紹介しました水車祭りというものが、一箇所大きくやろうとするイベントならばですね、この生活文化の旅というのは、ある集落を限られた人数で、生活の中に入っていただくという仕掛けであります。これまでに4回ほど集落を全て変えながら実施いたしまして、農家の庭先であるとか里道を歩くとか、農作物の収穫体験とかそういうものを入れていきました。水車祭りが大きなイベントであるに対して、この生活文化の旅というのは地域住民の学習という意味合いもあります。外の人をですね、地域の、生活文化の中に入れることによって、地域の人 の気づきを生み出すような狙いもあります。先ほど井口先生の話にもありましたように、地域の良さ、良い景観というのは地元の人は気づかないところが多いことがあります。そんな中で、外の人を入れることによって、あ、ここは素晴らしい、いいところだね、綺麗だねとどんどん言ってもらう。そうすることによって自分の身の回りのところもきれいにしていく、それを大事にしていく、まあ、そういう学習型の狙いもあります。まあ、これがその一端なんですけれども、直に庭先に人を招く、歩いてもらう、文化で触れる、食も楽しむということです。まあ、これについてはですね、最初企画を持ち上げた時にはですね、まあ、いろんな懐疑的な意見もありました。なかなか自分の、庭先まで受け入れるというのはですね、どうなのかなというみたいなのもあったし、スタッフがバラバラにこう滞在してますから、外の全体のイベントの中身が見えないというところがあって、まあ、それを一件一件口説きながらですね、それぞれの集落をこうの中で企画していったというところがあります。その取り組みは現在は石畳の美しい風景づくりとツーリズムということで、もうちこ町でも年季歩きっていうことをやってますけれども、石畳でも実施しています。そのコースをですね、その、生活文化の旅というイベントのコースをですね、一つ設けまして、地域の人が来るし、1時間か1時間半ぐらいのコースでですね、回っています。これの楽しみはですね、やっぱり地域の風景に触れるということと、地域の方々との話をする、そういうことが非常に楽しいということで、評価をいただいています。石畳地区にはもとより名所があります。桜、水車、屋根付き橋、そして、交流拠点である宿、まあ、そういう素晴らしい箇所もあるんですけれども、やっぱり暮らしの中で育まれた風景っていう、こういうものをですね、大事にしていこうという取り組みでもあります。まあ、本当に日常の風景、何でもない風景なんですけれども、そういうところも大事にしていきたい。まあ、歩いていたくなるような風景作り。最初の方はですね、やっぱり水車小屋とか屋根付き橋、それから桜、そういったものを整備に特化していましたけれども、風景というのはやっぱり一点だけではありませんので、全面的にこう考えていかなければならない問題です。農地、それから道、庭先、それから農家、住宅、まあ、様々な風景観の要素があるんですけれども、まあ、なかなかこれはですね、
個人の資産であり、なかなか規制することもできません。自分の中でどう、学習していきながら大事なものだということを守っていくか、まあ、晴れから手を磨く暮らしの中での意識づけということで、どうやっていくかというものは、あると思います。まあ、それはもう学習しかありません。まあ、いろんな外部の先生方に来ていただいて、話をしていただいて、その点のところを押さえていただく、私たちがいくら地元の人がですね、景観をこの場が大事なんだと言っても、なかなかやっぱり分かりづらい。外の先生も招いてですね、こういう生垣だとか石垣、そういったものの美しさを説いていただく、それを積み重ねるしかありません。また一方では写真コンテストというのを実施して、カメラマンの皆さんに地域の写真を撮っていただき、展示してそれを地元の人に見ていただく、どういう景観が美しいか、まあ、そんなところもですね、見て評価することによって、日頃見られている風景なんですけれども、写真で撮るとここはどこなんだということで驚かれたりしてですね、まあ、そこで、意識を養っていただくという取り組みも実施しています。最近ではですね、石畳につなぐプロジェクトということで、運動から授業へということで、やっております。私たちが最初に景観保存運動に特化したやり方をしていたときに、お金にならないこともようやるなと、石畳がそんなことやっても意味があるのかということも言われたりしました。まあ、そんな中でやっぱりその景観が大事なんだということで信じてやってきたわけです。その村並保存運動をやってきた目的っていうのは、やっぱり自分たちの子や孫たちにどうこの地域を残していくかというのが発端なんですけれども、まあ、ずっとそれを信じてやってきたんですけれども、まあ、現実的にはですね、人口減少が止まることはありません。村並保存運動を始めたときは、石畳地区でも450人ぐらい人口はいたと思います。しかし現在は270人にまで減っています。景観保存運動をやり、住民の団結意識が固まり、誇りが生まれてき、ました。だけれども人口減少が止まらない、どうすればいいんだということで、つなぐプロジェクトということで、まあ、自治力、文化力、そういったものに加えて経済力、なりわいを作っていこうではないかというのが最近の取り組みになります。まあ、4つの事業がありまして、その中でも6次産業の創出と石畳らしい風景作り、まあ、そういったツーリズムの展開、まあ、それが日本柱になりますけれども、それを力を入れてやっています。石畳の村並保存運動、30数年が経ちまして、まあ、第一次世代といいますか、私がちょうど20歳の頃にその村並保存運動が始まったんですけれども、私の先輩方、当時30代半ば40前後の方々、30前年経過しますと70代いくつで、私も60過ぎたというようなところで、次の世代につなげていかなくなりません。まあ、そんな中でのなりわい作りなんですけれども、栗を中心とした6次産業の創出ということで、石畳地区、栗の非常に産地であります。それを自分たちのそのなりわいを自分たちのところにどう取り戻していくかというところで、まあ、しっかり営業、販売、加工まで自分たちでして、そのなりわいを育てていく、そのなりわいを育てていくことによって、美しい地域の風景を守っていくんだよということで、今チャレンジしています。今これ七人の侍っていう言い方を採用していまして、栗作りに特化したメンバーです。石畳地区、栗作りは30数件あるんですけれども、その中の若手のメンバーになります。
まあ、これまでの規制概念にとらわれないところも栽培方法から変えていってやっていこうという取り組みです。ちょっと紹介しますけれども、今月の11月18日の NHK 朝一でですね、少しだけ紹介していただきます。お時間がある方見ていただいたらと思います。地上波初登場と、まあ、そういうクビ作りのメンバーです。で、私たちが今活動を進める中で、気をつけている、まあ、方針というものが5つぐらいありまして、その中で、一つ紹介しますと、一つ守る一つ変えるという言葉があります。まあ伝統は革新の連続とかって言ったりもしますけれども、まあ、私たちは風景作りをずっとやってきた、まあ、それはこれからもやっていく大事なことなんですけれども、そんな中で自分たちがどう変えていくか、伝統や文化をどう新しく見せながら次の世代にどう引き継いでいくかということで、今村上保存運動を始めた第一世代から第二世代に変わりつつある中で、このなりわい作りに注力してやっているところです。で、最後に石畳未来マップということで、仲間とともにいろいろと考えてやったのがこの未来マップです。まあ、夢物語みたいなことも書いてますけれども、石畳という地域だから石畳を作ってみようじゃないかとかですね、まあ、ゲストハウスも作ったらどうかとかですね、まあ、そういう炭焼き産業をこう未来を増やしていこうじゃないかとかですね、まあ、そんな取り組みも未来マップをしています。まあ非常に人口減少というのはまだまだとどまることを知らず、厳しい状況に変わりはないんですけれども、まあ諦めることなく、こういう活動を進めて結果的に景観保全もつながればかなというふうに考えております。以上、私の拙い活動報告を終えまして、またあとのパネリストとして、ね、これ検索していただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。地域の未来を考え、立ち上がり行動していくこと、これがとても大切なことなんだと学ばせていただきました。住んでいる人では気づけないことも、地域外の人に触れていただくことでその魅力を再発見し、地域の人々の理解を得られる、そして地域の活気を取り戻していく、とても素晴らしい活動報告でした。ありがとうございました。